はい、こんにちは。FS さんです。今回は、3度美味しい効率のいい集会場所をやっていきたいと思います。前提条件として、イベントのデッドリーポイズンスライムハードを一発で倒しきれること。まずは、イベントのクエストを周回して、チケットを貯めますが、スタミナ消費後で、チケットやアイテムが手に入るので1ウマ。スタミナを使い切ったら、ボスイベントハードを、チケット15枚で周回。ここは、チケットさえ持っていれば、無料で回れるので、ドロップで2ウマ。そして、イベント交換トークンがもらえるので、交換して3ウマ。経験値ポーションも、フリーを、スタミナ15で回らなくても手に入り、今後、星4武器作成用のレア素材を集めたり、現状入手方法が少ない武器強化素材も手に入れることができ、次の段階へサクッと進むためには、かなりおすすめな周回場所です。